みなさん、こんにちは、アンナでーす。なんか、ギャルみたいになっちゃった。この度、なんと、FM 群馬さんで、アンナのラジオ、冠番組が決定しましたー。始まるよー、始まるよー。やばくないですか？念願のラジオ番組を持たせていただくことになりまして、私がなんかさ、髪の毛切ったからさ、切ったからかどうかわからないんだけど、肩幅広くね。こういう服着てるからかな、肩幅広くね。なんか気のせいか、4月から始まることになりまして、1年半ぐらいか、ラジオ番組、自分のラジオ番組も行きたい、もう思う存分喋りたいよってなってたんですけど、アンナといえば、なんか MC で15分押したことがあるっていうくらい、ペラ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 普段から喋ってるんですけど、ぜひぜひ皆さんね、FM 群馬なので、地域以外の人はラジコっていうアプリとかで聞いてもらう感じにはなると思うんですけど、ぜひぜひそちらもチェックしてくれたら嬉しいです。第1回目の収録の様子をマネージャーさん隠し撮りしてくれてるので、ぜひぜひ、そちらを見て、ラジオも聞いてくれたら嬉しいです。それでは一旦、見てみてください。大切な人とのひとときを、群馬県庁31階からの眺望と、日本料理がおもてなし。日本料理、黒松。ケータリング、洋食&カフェ、黒松も絶賛営業中。小学校に上がってからは、自分で自転車を一生懸命漕いで、今思えばすごい結構遠い距離とかを、群馬県の子たちって自転車で移動するなって思うんですけど、めっちゃ嬉しいんだけど、ふわふわドームっていう、なんか白い、なんだろう、ふわふわしたドームなんですけど、白いふわふわしたドームで、なんかトランポリンみたいな感じなんですよね、感覚としては。ちょっと結構子供たち、もう埋まるぐらい、もうみんな遊びに行っていたんですけど、アンナの限界まで喋らせて、これやばいわ。ちょっと落ち着こう。アンナの限界まで喋って、ちょっと待って、落ちた。積もった。はま。やばい。やばいやばい。ちょっと一回水飲みます。はい、ということでね、本当にもう念願のラジオということで、まだまだ慣れないことがたくさんあって、逆にラジオだと思ったように喋れないっていう、ちょっとまだまだ不慣れなんですけど、頑張っていくので、皆さんぜひぜひ、毎月第2木曜日に放送されますので、ぜひぜひそちら見てくれたら嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。なんかこれ癖かも。ありがとうございました。感じるほど眩しい微笑み